それでは、はい、今回も中島コーチ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、いきなりねトレーニングするのもいいんですけど、はい、水泳もバイクもランもやっぱり最初に体を動きやすくするということがすごく大事で、はい、必ずトレーニングの前に少し、準備運動ストレッチングなどを行ってもらいたいんですね、はいはい、で水泳は特に肩周りをよく使うんですが、うん、実は肩甲骨がすごく大事なんですね。背中の後ろについてるその肩甲骨がよく動くかどうかでパフォーマンスはものすごく変わるので、はい、まず最初に肩甲骨を動かすためのストレッチングをしていきたいと思います。はい、分かりました。はい、それでは早速ストレッチやっていきたいと思うんですけども、はい、はい、先ほどお話した肩甲骨が後ろにあります、はい、でこの肩甲骨の前側、横側で肩のあたり、この辺をね、伸ばしていきたいと思います、はい、はい、じゃあまず両手を壁についても壁に向かって、はい、はい、でできるだけ胸を床に近づけるように背中を反ってじわーっと下ろしていくと前の方が伸びてくるんですね、はい、はい、じゃあ次の種目一回立っていただいて、はい、横を向きましょう壁に横を向いて、はい、で外側の手を壁につきます。はい、はい、そうすると肩甲骨のこの脇のあたりが伸びてくると思うんですけど、はい、これねついつい下向きがちなのでちょっと上を向きがちにしていただくとより伸びてくると思うんですね。これも20秒から30秒ぐらいじわーっと、ね、で右も左も両方やるようにしてみましょう。はいはい、はい、じゃあもう一つ、はいはい、今度は壁を背中にしてちょっと離れてください。両手を壁について、はい、で肘を曲げてそこから一歩前に出てお尻をぐーっと下げて胸張ったまま、はい、そうすると肩の周りがこう伸びてくるんですね、はい、すごく伸びてる。これもね肘の位置をこう内側に絞ったり、はい、あとはちょっと体を上下にすると伸びる場所が少しずつ変わってくるので、はい、これも20秒から30秒ゆっくり動かして、はい、そう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 、OK OK、はい、まあ、こういったのを泳ぐ前にやっていただくと、はい、うまく手を回すことができるので、はい、ぜひやってみてください。はい、わかりました。はい、